皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。続きですね。はい。パート3ですね。1994。パート3。あれ最初から？鶴集めるの全部最初から？そうですよ。あ、でも鶴は途中だったはず。あの今まで集めてる数は残ってた。残ってたはず。ちなみに。はい。そのヒントはまだいいですって言ってたにもかかわらず、うん、はい、私はヒントを見てしまいました。コメント欄で、いや、え、もう送られてきて、あ、ツイッターなど、うん、おお、でもうヒントは見ない、ヒントは見ないってしてても、なんかシュッて目に入ってきた瞬間に、あ、なるほどって思っちゃった。え、じゃあそれまずやってみます。私はコメント欄であの一個注意を受けたんですよ、うん、ちょっとちゃんと説明書いてあるの 見ないとみたいな。え、鍵を拾ったっぽいんですよ、保健室で。保健室で、うん、はい。でもその鍵を開けずに使うところをあのなんかスルーしちゃう、スルーしてたの。なんかスルーせんとそこちゃんと入らんと。え、そんなんあったっけ。 あびっくり、あれ、あ、お、お、びっくりした。とりあえず私、え、うん、今とりあえずあ、例の前回行ったところを全部行っちゃおうかなって思ってるんですけど、くまちゃん、え、私のヒン、うん、私に来たヒントというか、うんうん、え、マックスこれでいけるぜって言われたのは、うん、もうこのくまちゃんが起き上がった時に横をスルーして進むんやで2階へって。本当ですか？って言われたんですよ。それ一回やってみましょう。はい、行きますせ、はい、うん、あ、できない。できない。あ、鶴はよかった。鶴はよかった。20分の7。え、俺にいじめられるの好き。最初から。あれ、あれ、今の方法はなんか明らかにあのクマちゃんが起き上がる瞬間、うん、横に隙間はなかったと私は今一瞬判断したんですが、うん、そうですね、もう一回だけやっていい、うん、ちょっとあれな、分かってても、ね、なんか分かっててもなんかドキッとするな。行くで。このフロアにさ、鶴ってまた出てきてるんですかね、どうなんですかね。この間でも1個目で1回目の時に見つけたところにはもうなかったですからね。なかったよね、うん、おお、ちょ、こういうのびっくりするな、うん、クマちゃんが起き上がる時にもうガムシで行くわ、うん、お前まだ戦闘態勢入ってなければ横行けるっしょみたいな。だから、うん、そんなわけで、うん、もういやー、あ、あったー。一瞬行けたって思った。思っちゃいましたね、私も思いましたね、うん、あ、これが正解って一瞬、うん、ダメだ。はい、じゃあ私があのコメント欄で見たやつを試してみていいですか。はい、いいですよ。今回はまずはやっぱりね、皆様からいただいたヒントを中心としてまずは行きましょう、うん、そうですね。でもクリアした人も結構いいのかな、これ。どうなんでしょう。でもクリアしたぜみたいなコメントは今のところなかったです。うーん、これやめてほしいよね、うん、まずトイレに鍵を取りに行って、うん、はいはいはい、男子トイレ、女子トイレ、女子トイレ、女子トイレでしたっけ。で、ボールが落ちてくる、ね、で、女の子ね、次ね、そう、女の子がスタスタって歩いてて、すごい咳込んでる。なんか咳込んでる人がいるな。いましたね。トイレは女子トイレだったかな。まあいいんじゃない。両方行こうよ。両方行ってみましょう。うん。あ、こっちじゃないわ。もうそれで分かっちゃう。うん。右に。人生山あり谷あり。ここにね、あれありましたからね。鶴。鶴最初。でトイレットペーパー落ちるんだよね、触ったらね。うん、落ちる。サンポール。サンポール。うん。操作が、操作が。まあちょっと独特な操作感だよね。そうですね。で、女子トイレに入ります。はい、はい、はい、はい。で、右の、あ、今、もう触っちゃいましたね。触った。あれ、かまってほしい感じだけど、無視でいいんじゃない、別に。そうですね。こういうのってなんか、やった方がいいの？やっときます？わからん。一応。
もう私知ってるからね。知ってますね。これ開いたらはいカメラローになります。上からだな。もう何言ってるかからボソボソが気持ち悪いですけど、ね、気持ち悪いな。もう早々に退散。許さない。そしてこの人別に恨み買うようなことしてないよね。してないですよね。そしてクマちゃんをする無視で保健室。保健室この鍵を保健室で使うってこと。保健室で鍵をゲットしたって書いてありました。中に誰かいるんだろうか。ああ。なんでここだけこんな入り方するんやろな、ね、まだここはなんか操作が、はい、マミラ君なんか今日酔っ払ったみたいに歩き方になってるね。なんかそうさ、あれちょっとこんな難しかったっけ。前回はなんかすごい安定してた気がしましたけど、ね、そうですね。なんか上落ちた気がする。ほら落ちた。おー落ちた落ちた、うん、キャビネットだ。でどっか開いた。開いた。上上ほうほか。あ鍵がかかってる。これか。鍵は。で鍵をこの部屋のどっかで見つけたようなことを書いてありましたね。どこで見つけたっけな。この部屋に鍵なんかあったっけ。ありましたっけ。なんか私の記憶が確かなら鍵はなかった気が。ここかな。あ出てきた。この部屋のどこか。あ今のコメントを飛ばしたんですね。この部屋のどこかを開けれるって今言ってた。トイレの鍵は関係ない。トイレの鍵がここ。この部屋の鍵。鍵。あれキャビネットってここでしたっけ。あそれ上じゃないの。あ上か。左左左。左上それじゃないの。あこれか。鍵使った。開いた開いた。これだ。何あるんや。ん。あ折り鶴。え折り鶴を見つけた。箱は箱。特段他は触れません。あえ折り鶴だけ。折り鶴だけ。んでもここを見つけるとなんかどっかが行ける窓のところが行けるようになってるみたいなことを書いてあった気がする。やばい我々今。え、こんなん倒れたっけ。倒れた気がする気がする。ここにクマちゃんが寝てた寝てた。うんでなんかでこっちの窓がぬいぐるみが寝ている誰かのいたずらだろう。さっきまであれだけクマちゃんを見といて、うん、今更そのコメントもないんじゃないかと思うけど、うん、うんうん、あれ、ま、この窓がなんか開くみたいなこと書いてあったコメント欄に。もうちょっとぬいぐるみに近づいてみましょうか。クマちゃん、うん、チェック。ほほ特に何もないですね。ない、うん、おやべ。え動き出すんじゃんもしかして。びっくりした。びっくりした。 Are you kidding?なんて意味だ。キディングってなんだ。バカなのみたいな感じだっけ。あ、そうなの。キディングは分かんない。調べようか調べようか。待って、びっくりした今ちょっとびっくりした。気持ち悪かったですね。キディング殺すだっけ。バカなのかな。どっちだろう。冗談は抜きにしといてみたいな。なるほど。冗談はさておきとか。冗談はさておき。ジャストキディングでほんの冗談ですっていう文例がいろいろあるね。うん、だからああいうキリングなんか頭大丈夫ですかみたいな感じ。よくわかんない。全然よくわかんないけどまあ大丈夫みたいなそんな感じだね。なるほど。じゃあもう一回触ってみようか。ちょっとびっくりしちゃった。なんない。え今のアニメーションを経てからの窓かな。外は暗闇で何も、うん、何もない。何もない。窓の方に行くとああいうアニメーションがあるっていうことか。これでクマちゃんのとこ行ってみます。行ってみようか。進んだっちゃ進んだ。いや進んだよ。イベントがあったよ、うん、イベントが、うん、クマちゃん対決行こうか。行きましょうか。でもクマちゃん動き出して同じような感じで進んだとしたらどうします。今度どうしましょう。一回保健室入る。一回回避。回避。あいなくなってる。なるほどそういうことか。
じゃあなんでそういうここを通るにはあのイベントを経てからじゃないと通しませんよみたいな。なるほど。コメント欄で書いていただいたあなたありがとうございます。トロップマニアの動画とは違って進展がある。ありますね。進展があった。じゃあ2回行きます。行きましょう。行きましょう。動画に進展があるって素晴らしいよね。素晴らしい。2回や。突然音楽が。あれそういえばさっきからないね。ないです。え、あ、出てきた音楽。あ、音楽室っぽい。ピアノですね。どっち行きます？右か左。月光。これなんだ？月光じゃない。月光ではないですね。名前忘れた。もうあからさまに。ダンラ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 ン。じゃあ2の3に入ってみよう。おお。留年決定。留年しちゃった。今オートだね。うん。あ、でここから動くようになりました。カバンがさ、ちょいちょいありますね。ちょいちょいあるけど何もできんよね。逃がさない。じゃあ。これ逃がさないだったらいいけどさ、関西弁とかでさ、逃がさへんでとか言ったら、なんかそれそれでまた面白いよね。面白いですね。お残しは許しまへんでみたいな感じ。バーカ。カバン。あ、バカか。うん、これだけあるカバンに対してさ、この主人公が、うん、あ、なんかある。あ、ヒント、ヒントみたいな。丸。丸で、ピンクの丸で5。あ、ゴミ箱で隠した。邪魔だゴミ箱。蹴っちゃった。折り鶴とかね、1個や2個ありそうなもんやけどね。そうですね。チョーク。黒板消し。え、何？分からん。カバンまた。またカバン。またカバン。この教室カバン多いな。カバン多いっす。みんな置き弁ばっかして。あ、黄色6。これメモっといた方がいいのかな。良さそうですね。ピンクが 5、黄色が6。まあ今のところは。うん、てかそれ1回にもなんかあったよね。ありました。B から5かな、なんか。気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪い。タップするとね、ノックがかかる。いや、この掃除用具入れはノックとかしないよ。しないですよ。気持ち悪い。開けるなら普通に開けようよ。うん、なんもないのかな。なんもないですね。あ、折り鶴あったー。素晴らしい、うん、前に進んでいる。8、9個目。今あと1個半分。カバン開くかな。開けましょう。やったー、うん、10個。これで半分。あの猫ちゃん可愛いな。うん、ちょいちょいやりますね。ちょいちょい。同じ人ですね、描いたの。あ、クマ。クマちゃん。こっちは絶対それ愛してるって書いてあるだろう。それ絶対、それ愛、教託の下絶対愛してる。愛してるだろう、それ絶対愛してるだろう。この下が、あ、ルカワだ。流れだ、流れだ。なるほど。天の流れるだから愛してるだよ、これ。あ、愛してる。ほら愛してるって最近。クマちゃん、クマちゃん、クマちゃん。この黒いのはなんだ。穴じゃない。この部屋はもう特段ゴミ箱の中なん。あ、ごめんなさい、開けちゃった。くそー、くそー。今ゴミ箱ちょっとなんかありましたね。あった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 、あった。ちょっと見ようぜ、ちゃんと見ようぜ。ゴミ箱の留年決定。カバン。いじめ、いじめ。おお、来た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 。割と大胆に。あの人全然害ない。うん、クマちゃんが害。あいつすごいカジュアルに出てきて。そうですね、堂々と。ねえ、堂々たる様でございますよ。じゃあこっち側の方全部行ってみますか。行ってみましょう。じゃあ一旦ここで動画としては区切りますか。あ、そうですね、そろそろな時間ですね。はい、じゃあちょっとこの先、うん、今回、うん、割と進展があった。死んでない、死んでない。あ、死にましたね、最初。私はね、私はね。ただその先は死んでない。死んでない。そして進展がありました。はい、次回この2階をもっと探索、この奥地行きましょう。行きましょう。1階と同じぐらいの広さあるのかな。そうですね。まあ見ていきましょう。さよなら。では。
逃がさない。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやうすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですのでぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。